はい、どうも皆さん、こんにちは、ミザでーす。ということで、本日はですね、このアカウントで、マグナ攻略はい、ムカキングラブルでございます。まあ、今現在、ランク84ということで、この頃の俺は、昔はね、MVP 確定流しが一属性ギリできたかな、当時。そう。ティアマグが唯一できた、マグナ流しで、マグナ MVP 確定流しで、なんでかっていうと、パーシバルを使って、恐怖を入れて60秒で無理くり激押しするっていう、そんな構成で、ギリギリ、ランク84で MVP 確定流し一属性できてたんですよ。それが、今やもうとんでもない状況ですよね。インフレが進んだっていうところも見せたいということで、まぁ、ちょっと今回、5属性だな。5属性、マグナ、討伐。もはや倒せますと。しかも、フルオートで、というところをちょっと見せたい。うん。マグナフルオート討伐ですよね。ランク80で。まあ、ちょっとなんか、グラブルに慣れてるやつが編成とかしっかり組んでたら、まあ、配布キャラとか、まあ、無料ガチャとか、バラバラ引いててもこんな感じにできますよっていうところを見せたいっす。はい。ということで、早速やっていきましょう。じゃ、まずね、非属性から行くんだけど、まあ、非属性というか、非有利ですね。ティアマグから、上から行きましょうか。ティアマグなんだけど、まあ、ティアマグはいっちゃん簡単だね。うん。まあ、で、召喚石がね、ぶっちゃけて言うと、まあ、ここら辺のバハムートとか、ルシフェルとか使えば結構余裕なんだけど、まあ、今回は芝で行きましょうか。うん。まあ、俺これ今回ちょっとずるいなって思うポイントとしては、あれだね。アギエルバがいるところが、やっぱり俺は、他の人よりも多分やりやすい部分、初心者でもやりやすい部分だと思うんだけど、アギエルバ、レベル100じゃないんだけど、1アビ使ったら、4ターンの間、あれだね。4ターンの間、かばいながら、カウンターをぶちかましながら、みたいな動き方をするんで、フルオートだとね、めちゃくちゃ強いんだよね。ティアマトは、そのあたりで、まあ、この4ターン、1アビの4ターンの間に、多分、ブレイクまで持っていける。うん。っていうような動きになるんで、まあ、結局、マグナって、重すぎる。マグナって、どれだけブレイクに持っていけるかどうかっていうのが、すごい重要な要素なのね。うん。そう、結局、なんか、グラブルが重すぎる。基本的に、マグナは、どうやってブレイクに持っていくか。ブレイクにさえ持っていってしまえば、どうにかこうにかなってしまうんで、やっぱりマグナやるんだったら火力が大事なんだけど、昨今のグランブルーファンタジーは、まあ、武器の強化とか、うん、そう。武器の強化とか、キャラクター自体のインフレとか、そのあたりも相まってですね、まあ、火力が高くなってるっていうのが、マジ救いな感じがするね。まあ、グラビティ入れてると、ここでディレイが上がるんで、まあ、ダークフェンサーはこのあたりすごいやりやすいかなーっていう、CT 的な意味でも、まあ、CT、4になる、グラビティ入れて4になるときは、なんかやりやすいなーっていう感じがしますねー。はい。もうなんならフルオートで倒せてしまうと。バカ重いんですけど、バカ重くてワロタ天王ぶちかまし、えいえい。これで、まあもうあとは押し込むだけだな。うん。あとは押し込むだけ、パワーでどうにかできる。なんかテレーズが意外とね、いい味出てんだよね。こうやって見てみると。うん、結構、テレーズってトリプルアタック確定プラス追撃あるから、意外と悪くはねえな。うん、まあ、この間にアギエルバの3アビが上がってたんで、まあ、アギエルバの3アビが上がると1アビが上がるから、アギエルバの1アビがついてる状態って敵の特殊技食らってもほとんど大丈夫なのね。ティアマグって全体のしょっぺいダメージか、まあ、多段系、うん、多段系なんの痛いダメージの2つがあるんだけど、確か。で、その多段系の痛いダメージは、アギエルバで受けられるし、まあ、全体はボディでブロックできるし、うん。そんな感じでね、かなりなんか、アギエルバ刺さってるね。アギエルバぶっ刺さり。まあ、レベル100にまだなってないんだけど、早めにレベル100にしてあげたいね。古戦場とか来ても、多分しばらくお世話になるなーって、アギエルバに関しては、正直思ってる部分がある。はい。デュエル。まあ、3アビとかまだ取ってないから、まあ、アビリティとか取得するだけでもう少し、なんか、パワーありそうな感じ。
この、これがね、全然痛くない。この特殊技。一回ブレイクさせちゃえば、CT マックス特殊技が、非オーバードライブの特殊技で飛んでくるから、うん。そう。非 OD の特殊で飛んでくるっていうところで、特殊技が弱いやつ飛んできやすいっていうのもいいところですね。はーい。ということで、まず、ティアマグ、しばきました。すごくない？フルオートでしばけるんだなって思って、俺感動しちゃったよ、これ。で、コロマグなんだけど、コロマグは、かぐやで行きます、俺は。で、なんでかぐやで行くのかっていうと、あれ、次元弾ですね。次元弾で一撃3万ダメージぐらい食らっちゃうんですよ。そう。一撃3万ダメージぐらい食らっちゃうんだけど、そのダメージを、自動復活で無効化できるのね。うん、まあ、だから、まあ、これはやっぱり年の功と言いますか、昔からグラブルやってるやつが、なんか、エロティックなことをしていると考えてもらっても構いません。マグナって、しかも、ドロアップ効果が適用されるんですよ。そう。ドロップアップが適用されるので、そう考えると、かぐやは美味しい。マグナ武器が出る確率が少しでも高くなると考えると、まあ、これは美味しいよね。かぐやもありです。で、この編成に関しても、まださ、この3人ね、なんとね、まあ、結構初期目のキャラ3人衆なんだけど、全員最終上限解放あるんだよね。伸びしろだよね、要するに。俺まだ誰も最終上限解放してないからね。全員最終上限解放することで、パワーが、上がるのが確定しているっていう、これはもう安心安全ですよ。はい。で、まあ、やっぱこの編成の中で、今使っててすごい強いなって思うのが、アルタイルだね。初心者は、マジでアルタイル優秀だと思う。うん。初心者はマジでアルタイル優秀だと思って、この3アビ、味方全体の奥義ゲージ 30% アップに、かなり救われる。これマジで。かなり救われるね。え、こんなに便利なんだって思った。やっぱり、連撃の足りなさっていうのがすごいネックになってて、連続攻撃超むずいんすよ。なんだけど、3アビを使うだけで、味方全体のゲージが 30% アップして、まあ、単発の火力がすごいでかい奥義ですよね。まあ、例えばこうやったらさ、シルバー。シルバーは強いんだけど、まあ、30万とか。うん、通常攻撃は2万3万とかの段階でここまでのダメージが出てくれるので、そう考えるとやっぱりアルタイルの3アビは、まあ、昔一世を風靡したわけですよ。その時環境だったわけですよね、このアルタイルっていうのは。まあ2アビのデバフもそうだし、3アビのゲージアップもそうだったんだけど、マジでああそりゃ強いわなっていう、なんか昔の環境からするとそりゃ強いわなっていう風に思える性能をしています。はい。まあ、ただ、この編成の場合は、フレンド石かぐやなんで、そう。フレンド石がかぐやだから、つまりは何が起こっているのかっていうと、連撃率が上がるんだよね。フレンド石にかぐや設定してると、連撃率が 25% くらい上がるから、結構連撃してる。さあ、この次元弾ですね。かぐやを設定してる理由はこれ。かぐやを設定していると、ここら辺に飛んでくる次元弾も、すべて自動復活で一度だけ耐えられるドン。しかも、一度復活したら3万ダメージくらい食らってて、バカほど火力高いダメージ食らってるから、奥義ゲージが増えるんだよね。奥義ゲージが増える。という美味しさもあります。おっと、アルタイルがさっさと落ちてしまっていく、はい。シルバもいいよね。シルバの強さの話もしましょうか。シルバはね、火力がマジ高い。そう。シルバはね、マジで火力が高いのが長所だな。俺やっぱり、初めて、10万ダメージを超えたのがシルバだったんですよ。見て、78万だよ。こんなの、出ないから普通は。そう。うわー、気持ちよすぎる。シルバのすごいいいなって思うところとしては、やっぱりこの1アビ2アビ組み合わせて、クリティカル出た状態のイーグルアイパワーをぶちかましたら、もうとんでもないダメージになるっていうところは超魅力的。
やっぱその初心者の頃って火力がどうしても欲しいじゃないですか。火力がもうただただ無再現に伸びていくじゃないですか。減衰っていう概念が初心者の頃はないから。だからシルバーはそこで単純に火力がドパンって伸びるのでマジ気持ちいいですね。最終上限解放で3アビで追加ダメとかあったよね。確か奥義使用時追加ダメとかあったから、最終した時の火力の伸びとかもちょっと期待が持てますねー。というところでそんな感じで気合でぶちしばきました。強いよね強いよね。ゴブロを使いましょう。はい、ということで、リバマグですね。リバマグに関してはまあこれはねちょっとずるいかもしんない。あのアルルメイヤです。はい、アルルメイヤって今出ないんだっけ。なんか昔引けた、昔引いた、なんか初心者ガチャで引いたんだったかな。何せよ、まあ、あのなんかアルルメイヤを持ってきました。アルルメイヤはあの CT マックスになるとダメ軽減 70% だか 80% ぐらいつくんでマジ硬い。次の古戦場も俺確実にアルルメイヤにお世話になる俺マジでアルルメイヤにお世話にならないとあの戦いにならないんで、マジでアルルメイヤさんよろしくお願いしますって感じ。今昔はリバマグはあの CT マックスの特殊技があの解放のフォールダウンみたいな技があって、あのそれがマジで痛かったんだけど、今回はこの未来原始の効果によってなんとあの特殊技食らってもどうにかなる。特殊技を食らったとしてもこのダメージ軽減で耐えれるし、しかもなんならよ、なんならブレイクするんじゃないか。いやブレイクしないな。あ、三日神だったね。三日神の方がなんなら嬉しくないんじゃないかい。あ、これでさリフレクトでさ大変なことになるんじゃないかい。俺はもしかしてだけど俺リフレクトで大変なことになる。いて、いやリフレクト全然痛くねえなリフレクト全然痛くなくて笑った、うん、アルルメイヤマジでパワー上がったよな、こうやって見ると。奥義使用時に1アビ発動も込み込みで火力も上がったし耐久性能も大きく上がったし、マジで次の古戦場はアルルメイヤ、土古戦場はこの無課金はマジであのアルルメイヤに依存する予定ですもうアルルメイヤ様ですよ。アルルメイヤ様すべてお願いしますと言わんばかりにもうお願いする。もう覚悟決まってる、覚悟ガン決まり状態のミザ君ですね。はい、さあこれでまあやっぱブレイクすればあとはパワーで押し切るだけなんで。いやでも火力あるよな、まだね。マグナイシとか三突できてないの結構あるんだけどね、うん、いや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 、それでもいけてしまうっていう。いやパワー上がったの感じますよこれ。ファイアーターンエンドですと。いや待ってすごくないこれ。いやマジでさ感動してる俺正直。ユグマグいきます。ユグマグなんてもうもはや余裕ですよね。もうパワーで押し切るだけなんでいけないわけないよねまあ今回俺風属性の風キャラってあんまり強いのいないからカルメリーナしかいなくて、 SSR がカルメリーナ入れてんだけど、まあカルメリーナにグラビティあるんで主人公があのグラビティかぶり、ダークフェンサーでグラビティかぶりしたら嫌だなってことであのこっちにしてるっていう感じ。ただねカオスルーダーにしてグラビティ抜きとかの方が嬉しいから、まあさっさとクラス4ジョブの方にあの移動したいねさっさとクラス4ジョブに行きたいという欲がある。いやこの編成さ、いやメリッサベルの浴びだめが高すぎるわこれマジで憂いないわ、ごめん憂いなかった。うん、アビリティダメージゴリゴリ高いしメリッサベルも火力高いから、あの敵の CT が全然たまらずにそのまんまぶちしばけてますね、うん、火力で押し切るだけ問題ないわ何の問題もなくただただ火力で押し切りました。ありがとうございます。はい、まあ、これアビリティ使用間隔短縮があるから、まあ、このまんまアビダメ打って終わりって感じだな。まああの連撃食らって誰かしらが落ちてしまうっていうのがちょっと負け筋ではあるか。ちょっとなんかメリッサベルだけにフォーカス食らってメリッサベルがさっさと落ちたらちょっと負け筋か。いやにしてもなんか負ける気しないな。うん、もう風はもうパワーで力こそパワーで押し切ったね力こそパワーで押し切りました。でシュバマグはディスペル関係があるのでまあこれは無理っすね。はい、これは諦めましょう。でセレマグはね、うわー、ルシフェル超越ルシとか拾いてえけど、まあこれはしゃあないね。はい、これでいきましょう。光
族、なんかちょっとね、ガチャ引いたんだっけな。なんかね、あれだ、無料ガチャ引いたら虹色出たんだ。無料ガチャ引いたら、なんか虹色になって、白が出てきた。で、今回は白を採用してますね。光属性はサンダルフォンにお世話に、ちょっと待って、フルオート設定はオフになりすぎじゃね？ちょっとフルオート設定オンにしようぜ。フルオートオン、フルオートオン。さすがにサンダルフォンのフルオート設定はオンにした方がいいだろう。サンダルフォンは、サンアビがマジ優秀だね。うん。なんかシナリオバトルでサンダルフォン使うじゃないですか。サイドストーリーのさ、どうして空は青いのか系統とか。そこら辺のサンダルフォンの性能も上がってるから、なんかマジで盤石になってた。シナリオ進行のサンダルフォンめっちゃ強かった。こんなことあるんだって思いながら、やりましたけど。まあセレマグというとね、まあ僕の場合は、もうほんと5年前ぐらいかな。5年前ぐらいに、セレマグって、なんか昔ギミック、カラクリボスだったんですよ。そう。なんか2ターンに1回なんかアンデッド震度1を付与するみたいな。うん。で、アンデッド震度が2になった状態でなんとかかんとかでボイドオールみたいな。なんかちょっとめんどくせえ仕様だったんですよね。そう。めんどくせえ仕様だったんだけど、ただただパワーで殴り飛ばす、脳筋ボスになったんですよね。いつしか。うん。そんなきっかけがあったんですが、まあ、今やもうね、ただただぶん殴るだけのマルチボスになったんですが、オーバードイネイン、痛いん、はい。さあ、これでニアビぶちかましまして、力こそパワーでどうにか、ぶちのめすしかなくなっちゃってるんだけど、いけー、気合で殴れー、ドーン。いや、これパワー足りないんじゃないか？パワー足りるか？力こそパワー。いくぞ！ 25% の特殊技食らいそうな予感がしますが、ボイドオール。ボイドオールは HP 回復だったよね。オッケーオッケー。まあ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 、あとはパワーで押し切れた話でしょ？意外とね、フェザーも強いのよ、こいつ。まだね、いや、こいつ最終上限解放あるから、最終した時にね、マジでパワーが上がる。一応ちょっと育てとこうかなって思ってんだけど、まあ、フェザーの押し切り性能を込み込みで、ギリギリ倒せるんじゃねえかって、睨んでるんですけどね、ルリアのフルオートがオフになっても大丈夫なんじゃないかなって睨んでるんですけどね、さすがに無理か？さすがにルリアのフルオートにするか？ちょっとあれだね。キャンペーンクエストの最中に、フルオートボタンを押してると、アビリティ押しちゃうから、ちょっとアビリティ押さないようにっていう理由で、ルリアとか、サンダルフォンとかアビリティオフにしてたんだけど、まあ、ちょっとフルオートちょっときつそうですね、そこら辺。さすがに、ナメプが過ぎた。こいつがいっちゃん苦戦しそうだな。ブラインド、ディレイをかけて、はいはいはい。はい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 。ああ。オッケー。いけるか？押し切れるか？押し切れるか？性質の霧。押し切れ。押し切るぞ。3%、2%、1%。幅は、幅は、幅は。ふぅ。余裕だぜ。余裕だったぜ。もう、全然かすり傷一つないぜ。ということで、マグナ編成、マグナを、もう今、フルオートですらしばけてしまうと。もうランクこんなんでもフルオートですらしばけてしまうっていう、まあ、そんな成長ですよね。インフレですよね。はい。まあ、数々のね、観覧真空を共にしたマグナとかいうマルチボスですが、まあインフレが進むにつれて困難になってました。装備編成もでも言うてそんなにこう、まあでも昔はな、三突とかもなかったしな、うん。無突並べとかでやってたから、まあやっぱ強くなってんだろうな。スキルレベルとかもね、4とか5とかだったしね。20のやついるからな、スキルレベル。
まあまあまあ、配布ありがとうございますということで、まあなんかマグナもこんな感じで、しばけるようになったのはちょっと成長を感じたって話でした。まあもしなんかね、マグナちょっとわかんないよとか、なんかわかんないけど、わかんないって怖いからとりあえず救援出してるよっていう人は、まあこういうなんかマグナとかも全然いけるから、試してみてはいかがでしょうか。初心者の方もね。はい。まあそんなわけで、無課金グラブル、マグナ編成でした。俺、マグナ卒業するよ。じゃあね、バイバイ。